アウグストゥスが修復した後の創造図フォルム・ロマヌム、内での市場シリカ・エミリアは古代ローマのフォルム・ロマヌムにあった公会道。現在遺跡として見られるものは紀元前34年に建てられたもので建物の大きさは100メートル30メートルであった。日本語でエミリア街道、エミリウスのバジリカなどと表記されることもある。劇作家プラウトゥスによれば紀元前210年及び 全195年から全191年に、タベルナエ・アルジェンタリアへと呼ばれていた商店が集まる地区の横に、最初のバジリカが建てられたという。考古学研究によれば、この時のバジリカは、ポルティコを備えた三老式の建物だったと推定されている。紀元前179年、観察官、マルクス・フルビウス・ノビリオルが新たなバジリカの建設を始めた。 建物が竣工したのは彼の死後、後継者のマルクス・アイミリウス・レピドスの時代である。紀元前55年、ルキウス・アイミリウス・レピドス・パウルス、ルーシャス・アイミリウス・レピドス・パウロスによりバジリカの建て替えが開始され、紀元前34年に後継者の息子により竣工した。この建物は先代のバジリカと同じ位置に建てられ、建物の長さは少し短くされた。 建物中央の列柱は、アフリカ産大理石を用い、コリント式中東を持つ円柱と、共和制ローマの列記を描いたフリーズが取り付けられていた。二列目の列柱は、チッポリーの大理石で作られており、また外側の三列目の列柱は、イオニア式中東を持つ円柱が使われていた。紀元前14年、ローマ帝国初代皇帝アウグストスは、 火災で損傷したバジリカの修復を行った。同時に、ポルティコに入居していたタベルナエの改築も行われるとともに、最上階のアティックが増築された。バジリカは22年に再度改修され、博物学者大プリニウスは、ローマで最も美しい建築物であると記した。バジリカは、ポルティコ部分のタベルナエが商業取引の場として使われるとともに、 100メートル29.9メートルの広さがある中央部分のホールは集会などに使われた。410年の西ゴー都族アラリック一世によるローマ略奪でバジリカは破壊され炎に包まれた。この時の火災で溶けた効果の跡が現在でも大理石の床に残っているのを見ることができる。その後修復されたが847年の地震で 倒壊した後は再び修復されることはなく、石材などは他の建築物の資材として流用された。ありがとうございます。